はい、西野かなです、えー。今日はちゃんとペン持ってます。さあ、それじゃやっていきたいと思いますね。えー しししてたたででょ <laughs> こううややらないいよよままっっね影話もしました、ね、少年は母の中に自分の影を駆けつけていたそんな母から少年はそうというつぶやきのあとによかったねという言葉がそのあることを最初から予期していたわけではないしかしその日だけは何か無償にそれに類する慰めの一言が欲しかった少年は疲れていたのかもしれない死や葬式や修業式は立て続けに続いていたのである少年は甘えたかったほんの少しただほんの少し、まあ、甘えたかったって書いてますよねこれなんか非常になんかこの時になんかこう素直な。 感情のの表現現みたいなものが立ち現れてきたまあほんの少しって書いてありますからね普通の人とは違っても、まあ、この素直な感情っていうものみたいなものまあまあその感情っていうか感情っていう言葉を使うのが、まあ、嫌だった場合は、まあ、さっき言ったようにこの地の世界、まあ、いわゆる理知的な世界まあ感情に対しては理論っていうのがあるのかもしれないですけど理論的な世界、えー、その中ではこれまあ違う分かりやすい言葉で頭の世界。 頭の世界で生きていた彼頭でしか物が考えることができない、えー、それに対してまあ体で分かるっていうのはありますよねなんか身体っていうもので世界を感じるこういったようなものがなんか少しこの時出てきたでその時少年は自分の勉強机の前へ行ってゆっくり袴の紐を解きながらふと祖母のいない空気さを焼けつくように頭の一群に感じた片隅に感じたということは これですよね今までこの世界の中に生きてきて、えー、そしてそのおばあさんっていうものが日韓なんかこうおばあさんっていうものに対する態度もこういうのだったけどほんのちょっとこういうのが出てきたで祖母ならばよかったのと言ってくれるばかりか痩せ細ったカサカサの手で頭をなでたり何かその辺をゴソゴソ言わして褒美を出してくれなでられたり褒美をもらって嬉しそうな顔を作ろうなんてそれにとって迷惑なことだ。 これはちゃゃんと、ね、抑えとかななきいいけないつまり、まあ、こちらの世界だけで生きていた彼にとってはそういったものは迷惑、ねえー、別にこの褒美をもらっとうれしそうな顔を作らなきゃいけない本当は嬉しいわけじゃないからあその嬉しくない、まあ嬉しく嬉しいわけじゃない、まあ、素直じゃないと言ってもいいんだけどね素直な感情の表現ができないと言ってもいいんだけど、まあ、そういう彼にとっては非常に逆に大変だこういうことされるのねだったんだけど それをしてくれる人は5日ほど前から突然いなくなったあの隠居部屋には確かに誰もいないのだ。この不在の感覚が痛いほど少年を締め付けた。ね、えー、そうした少年の心の動きは祖母への追悼。追悼っていうのはまあね、大体は死んだ人、まあ遠くに行った人でもいいんだけど、あのまあ懐かしく思い出さっていうのが追悼。慕うというじゃね、亡はね、はいえー。とはおおよそ縁のない裏腹なものに違いなかった。裏腹はね、ただの言葉の問題で反対とかでいいと思います。えー、そこには一種の在消感。在消感 っていうのはね、えー、これが差し触る死傷って言葉あるでしょ師匠ってのは差差ししるる。だよね差し触る。罪に触るって言いますよね罪を犯してしまったという気持ち自責の念が黒々とよどんでいたこれはま一番のポイントだよねつまり彼はあ自責の念と罪償感という感情によってついに祖母の死というものを体で感じることができるようになった とということですよ祖母はあんなにも自分が甘え抜き同時にまた叫抜いたて祖母は自分から何の感謝の印も受け取らずに黙って死んでいったのだこの取り返しのつかないものが死というものなんだと死というものを掴むことができたそしてその死というものを掴むときにやはりこういう、えーまあ、単に頭の中で理知的にね世界というものをつかだけじゃなくて身体を持って、ね、感情というものは伴って世界というものを掴むことができるようになった、ねはいえー、少年はこの空虚感と自分への怒りとにどうしようもどう,ようも耐えられなくなって縁範に寝そべったまま一口に出してみた。 お母さんおばあさんはえ、えー「座敷の暗いところで何か片付け物をしていた母はけげんそう」これね実はセンターに2回出てるんですよねけげんっていう言葉ね、えー、読んで字のごとく、まあ、読んで字のごとくてもけは読めてもげんは読めない人多いけどけは怪しいげんはいぶかしいと読みますこれはねですから怪しくいぶかしいそうに少年を見たそしてあれのむように、えー、じっと見つめた目をまた寄せそらした少年はその瞬間しまったと思った。 あじらりと目に映った母の目の潤みの中に少年は明らかな誤解の影を捉えていた「うんそうじゃないだと少年は打ち消そうとして言葉に詰まった何が母は小声で聞かしてまた憐れむように少年を見たまあ明らかにあのお母さんはこの祖母への追慕なんだなと。 一般的に感じたわけですよね、えー、しかし少年っていうのは祖母への追母などというものはおよそ縁のない裏腹ってはっきり書いてますね。これをちゃんと正確に読みましょう、ねえー、ですからあ別にあの私はある時、ね、おばあさんっていうのが非常に懐かしくなって、ねえー、そして悲しくなっておばあさんってまるでねそういうふうに言ってみたわけではないそうじゃなくて罪象観と自責のね,ね、えー、自分というもの、まあ、ちょっとこちらから順番に見ると。 ね、ここで今甘えたい、ね、今すごく疲れていて少しこのねただの理知的な知の頭の世界だけじゃなくてこちらの感情の世界っていうものが出てきて素直な感情の発露みたいなのが少し出てきた時に初めて気づいた。 えー、おばあさんっていうものおばあさんはずっと私に対してそういうことをしてて自分はそれに対して素直な感情に発揮できなかったから迷惑なことだったんだけど今となってはそういう、ね、そのおばあさんというものに対して、ねえー、この祖母のいない空虚さを焼け付くようにね。 祖母というものがねあの一たその存在した時にその祖母というもののありがたみっていうのは全くなかったそれどころかおばあさんがなんかいろんなことしてくれたら自分は素直に感情表現できないわけですからそれを表現するふりをしなきゃいけないから大変だっただけどそれがこの今だからその時におばあさんのその大きな愛情みたいなものは存在してるけど自分には全く気づかなかったまあ、むしろ迷惑だったわけですねところが今 ほんの少しそういういものが欲しい、ね、そして自分も素直な感情発動多少出てきた時に「あそういえばそこにものすごい愛情があったんだなだから」といってでもね、えー、それがものすごいその愛情があったことに対してものすごく私がありがとうっていうよりはその愛情に気づかなかった。 だからそれに対ししてて私は何もしてあげられれなかった、ねえー、あのそれが在償還と自責の念として出てきて私はこの在償還や自責の念という申し訳ないという気持ちとともにそれはどうすることもできないおばあさんも死んでしまったんだからってことは死というものはそういうものなんだと思っているのにお母さんはあこの人おばあちゃんが死んで悲しいんだな、ね、お,ばあちゃんおばあちゃんがいてくれたからそのおばあちゃんというものを慕ってるんだなと誤解されて というまあこの対立関係っていうのはすごくまあ結局正確な文章の読み方と、まあ、まさにね一般的にはこういうふうに思われるよねこういうとこっていうのが対立になってるから見ておいてね、はい、じゃあちょっと問題をどんどんやっていきましょう、はい、これもやったからいいよねここもやと、えー、いうの2番もやったよね 問い、えー、の3番「はい、か皮かぶった」これはまあそのすぐ前にも書いてあります時間に感じられないでいいよねなぜか選択肢がないけど <laughs> まあいいやはい、えー、裏腹まあ安泰のでいいでしょうもう言葉の問題でいいですね軽減はさっき言ったように怪しくて、えー、いぶかしいで不思議で納得いかないっていう意味に使いますからこれでいいよね言葉の問題で、はいえー、そしてその母に意と嫌悪この理由もさっきやったからもういいですよねはい次 はい、えー、あれこの問題はこれかはい「ふと祖母のいない空虚さを焼け付つくように頭の一部に感じたなぜそう感じたのか」いいですかこの「なぜ」っていうところが大事です現代文っていうのは「とはどういうことか」っていうのと「なぜ」って2つの問題があって「とはどういうことか」は説明だから言い換えなんですね。なぜっていうのはただここ言い換えてあげちゃいけないで理由を聞いてるわけです。 ねえー、空虚さを焼けつくように頭の一部に感じたのはさっき言ってるように、ねえー、もともと祖母には非常に深い愛情があったしかし私にとってそれは迷惑なだけだったからその愛情というものの存在を気づかなかっただけど今ちょっと何かのことで初めてそういう何か甘えたいというか甘えさせてほしいという何か気持ちがあった時に初めてその存在に気づいた。その存在があっったことによって で不もというものの、ま、不在と元々何もなかったら何もないところが何もないとその不在が分からないだけどもともとあった大きな愛情に気づいたからこそこれがもうなくなってしまったっていうことに気づくわけで不在ですよね、はいえー。ということを選択肢から選びましょう。ではい、1番 求めていた言葉を母から与えられなかったために、たされない寂しさを感じ生前の祖母の愛情の深さに気づき失ったものの大きさを今更に感じたいいよねはいこれですね2番頭を撫で褒美を出してくれる祖母にうれしそうな顔を作ろうのは迷惑なことだったがもはやそうする必要もなくなったのだと思うと不思議と懐かしあっダメだねもうさっき言ったように「追母の念」とは違うっつってんだからもう懐かしさは違いますえー、っと懐かしさもう一個あったねえー、っと 親しんできた自分がいつも親しんでる全然違いますね <laughs> えー、ちょっと待ってほのの選択肢みようか3番今までいた隠居部屋から祖母が突然姿を現してもう5日になるの永遠じゃんそんな。<laughs> 5日ごときでで永遠って言ってて言どうすするんですかねそしたらもう今回のこの5日間の授業永遠じゃんか <laughs>。これはちょっと常識的にもないと思いますし5日ほどになってることは事実ですけ5日になったことに気づいたもう5日みたいなことはどこにも書いてないしまあ死といいうののが永遠の不在じゃないよねもし言うならば死というものは結局その取り返しがつかない例えばその罪というものをそのまあ自分が犯してしまったけどそれを取り返しがつかないという申し訳ないという気持ちによって死というものは が見えてくるわけですからただの永遠の不在じゃないですねそれから5番心のどこかで愛している母を求める思いが受け入れてもらえなかったためかえって一種の嫌悪と反発、はい、これあのさっき言ったように嫌悪と反発の理由がさっきの問題と被ってるけど違いますねお母さんに対して嫌悪と反発を感じているのは思いを受け入れてもらえなかったんじゃなくて自分と似てたからですね、これも違いますねううこれ多分1番でいいですよねはい次はい問いの8番 少年はその瞬間しまったと思ったとあるかこの時の少年の気持ちの説明として最も適当なものをやりましょうこれはだから当然お母さんに誤解されたということですまあ簡単に言うとあの自分がお,おばあさんを追悟してるんだと思ってたけど思われたんだけどそうじゃない一番勝ち気だった母親が勝ち気だったのはあのあれですね信子です ごめんなさい、えー、祖母を追加する少年の言葉がもとで追加してないからもと、ねえー、でこれまで彼にいかに霊感だったことに気づき、ね、2番生前祖母に対して率直になれなかった少年がその死後自責の念に耐えられずことね自責の念自分を責める、ねえー、思わず祖母のことを口にしてみたこれによって私は初めて死というものを体で感じることができるようになったわけですね。ね 口にしてみたのに祖母に甘えることができずに悲しんでいると母に勘違いされてどうしたかというかね2番丸です。はい え3番生前総務に甘えさせてくれた祖母に素直な態度が取れず優しい言葉一つ書けようともしなかった少年だったが実は深く祖母を愛していたのだとあのこういうあのいい話にしないでくださいからねえ実は祖母を深く愛していたんだっては一番いけないパターンですこれ書いてないですからね迷惑だったって言ってるはい4番少年はすでに死んでこの世にいないはずの祖母があったかもまだ生きているかのように思ってそれはちょっとありえないですねあれお,おばあさん生きてるよねみたいな <laughs> それはお母さんまた聞いてしまったらそれは母にいぶかしこうもありますねこれ字は合ってますけどねはい少年は不用意に祖母に触れた問いかけをしてしまったまま必死に忘れようと努めてた母でこれはお母さんじゃないですお父さんがあ,のあたふたしてたわけですお母さん死んでねはいいうことも違うでしょうまあということでこれはねえ素直にえ2番と分かると思いますね以上ですじゃあですねえ次の補足説問っていうのがありますのでこの補足説問っていうものをえちょっと皆さんと一緒に、えー 簡単にねやって、まあ、せっかくだから文学史の方法補足説明はだからねあんまりあの細かくやっていきませんね、えー、すごく簡単に、えー、ちょっとポイントだけ、えー、やっていきたいと思いますが、えー、これはちゃんと私が声援出して買いました <laughs> 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 声援出してこう買いましたねはいえっとですねすごくいいんですけどなかなかこの動きが悪いのはわれ私のこの i パッドのせいでしょうか動かないですあっ はいえー、夏目漱石の小説「彼岸過ぎまで」。 ねえー、っと2008年のセンターの問題ですか、ね、これはね「えー、っと彼岸すぎまで」っていうねタイトル知ってますか皆さんって、まあ、この忙しい時に余計なこと言わなくてもいいんですけど「<laughs> 彼岸すぎまで」っていうのはねあの夏目がですね彼岸すぎまでに小説書こうとしてたんですね実は、えー、だけどまあ結局のところあのなかなかあ体の調子が、まあ、いわゆるこれ「修善寺体感といいまして修善、えー、寺ですっげえめちゃくちゃに血吐いたんですね夏目が。でえー、そのの後ですね、えー、なあのおー まあ、療養しましてであのしてばらく書けなかった、まあ、彼は朝日新聞の社員ですからねあの小説を書くためのだからあその彼岸過ぎまでに小説を書きますよってつもりでタイトルをつけたんだけど彼岸過ぎどころか、えー、結局、えー、次の年のになって初めて、えー、出したあというのがこの彼岸過ぎまで、まあ、だからよく分からないタイトルだと思いますよね <laughs> このタイトル自体はね、はい、あのとても面白い小説なんですよこの彼岸過ぎまでという小説はねぜひ 僕はの大好きな森見美智彦さんのね「えー、四畳半神話体系っていうあの、まあ、漫画にもなってますねあのフジテレビで野板みなってのをやってますけどあのそれちょっとかぶってるんですね実はあの彼岸過ぎまでもあのいわゆる慶太郎っていうね、えー、主人公があ,あれなんですよ、えー、占いに行くんですねそうするとなんだかよくわかんないおばあさんが出てきてですね、えーあの <laughs> まあ、ちなみにあの森見といと森富彦 焦ってますね「<laughs> <laughs> 四畳半神話体験」の中では「殺せよ!」って言うんですねおばあさんが占いのおばあさんが言って「殺せよ!」ってなるんですけど、えー、あの悲願過ぎまでの中ではもっと複雑にですね「えー、あなたであってあなたでないもの」とかねなんかって言われるんですよ。あのでそれがだんだん分かってくる。 あのっていう、まあ、なかなかあの面白いより筋もしっかりした作品なんですよ。ね、筋がししっかりした <laughs> 俺に言われたくないよ、ね、であのこの部分はですねいろんなあの短編が一つになってる部分であのずっと主人公の慶太郎が主人公のじゃなくて慶太郎の友達の、えー、とこれが砂がっていうね、えー、のところの家の話になってますね。はい、えーと いいですか。<laughs> はい、じゃあ、いきましょう。で、えー、っと、次の文章は夏目漱石の小説志願すぎまでの一節。僕といとこの田口千代子は幼いうちに、僕の母が将来の結婚を申し出たい。だから。父の死後、母は僕と千代子との結婚を強く望むが、僕は積極的に千代子を求めようとしない。以下の文章は田口家の別荘を、僕と母が訪れた場面、これを読んで、後の問いに答えよう。ね。と、まあ、ちょっと、文章は全部は読みません。ね、えー、これやってるともとてもじゃないけど、補正問題、時間がないので。まず、ちょっと、防災への問題見ていこうか。 ねえー、この男は生まれるやいないや交際上理に捨てられてそのまま今日まで同じところで人となったのだと評したかった、ね、交際上理っていうのは社交界って意味ですよねだからこの男はもう生まれた時から社交界の中に生まれてそこに生まれ育ったんじゃないのか、まあ、むしろ褒め言葉だよねここだけ聞いたらねですから非常にこう社交的な素晴らしい人だということになると思うんですけど、えーまあ、あのここではです、ね、次の段落を読みますと公開である。 僕は初めて彼の要望を見た時からすでに羨ましかった話をするところを聞いてすぐ及ばないと思ったそれでもこの場合に僕を不愉快それだけでもこの場合僕を不愉快にするのは十分だったけれどもだんだん彼を観察しているうち彼は自分の得意な点を列車の僕に見せつけるような態度で誇り顔に発揮するのではなかろうかという疑いが起こったその時僕は急に彼を憎み出したそうして僕の口を聞くべき機会が回ってきてもわざと沈黙を守った 今の気分でその時のことを回想してみるとこう解釈したのはあるいは僕のひがみだったかもわからない、ね、これ結構ややこしいですよで時間の順番っていうのはセンターで非常に大事なんですよだから今私はこの文章というのは今の時点から過去を回想して書いているそして今の時点から過去を回想して過去憎しみだと思ったものは私は今ひがみだと冷静に考えているわけですで憎しみの前に不愉快があるんですね 大丈夫ですかだから当然のことながらこの坊戦へこの男は生まれるやいなや交際条理に捨てられそのまま今日まで同じところで人となったのだと評したかったは不愉快かか憎しみかひがみですね,ですねでこれは今最初が不愉快で次が憎しみなんだけど憎しみと思っていたものを今から考えればこれ同じものなんですけどこれはひがみだった。 となっているわけですこうややこ,しいところが出てくるわけです、ねはい、でこ,のここの部分っていうのを見てもらえば、まあ、あのまあ素直に考えても分かると思うんですけどこの防線の絵っていうのは、えー、っとまだ出会ってすぐのところですね、はい、ですからここのところはあまず出会ってまず要望が意地の良くない対象を与えたと書いてますから、まあ、向こうはルクスがいい、ね、こっちはルクスがいまいちだと。 ねえー、しかも対応ぶりになるとさらに悲し,しい相違があって、えー、そして彼は自由に遠慮なくしかもある程度の品を落とす危険なしに己を取り返えつかろう術を心得ていたというところで防戦が出てくるからおそらくこれも一番最初の部分なのでまだ、えー、っと不愉快の部分でしょうね。でこの後だんだん憎しみになり今から考えたらその憎しみはただのひがみであったのではないかというふうに変わるわけです。だから ちょっとトイの2番を見てもらうとこの男が生まれるやいなや交際条理に捨てられて、えー、そのまま今日まで同じところで人となったのだと評したかったそのように高木を評する僕の思いですけど、えー、下だけまず見てもらうと1番が羨ましい2番が不快3番が鬱陶しい4番が憎らしい5番は面白くないですが、えー、まあここだけ見ただけでもねおそらくさっきの「不愉快」っていう。 2番なの「不快」っていうのが一番最初に来てるわけですからこの時点ではまだ不快かなっていうのまあんとなく下だけ見ただけで分かると思いますで2番全部見ると明るく話し上手で人付けに長けてる上卒のない態度で会話を支配する全く間違えてないよね多分2番で合ってるでしょうね、まあ、一応4番の「憎らしい」まで行ってる可能性もあるから4番見ると「品格もあり要望も立派な人物だが関係無欠な態度によって僕の居場所を脅かすので」って書いてあるからそれはペケです。 ね、この僕の居場所を脅かすことが憎らしいんじゃなくて問題の中に書いてあった憎らしい理由その時に憎らしいと思った理由は、えー、ずばり、えー、ちょっと待っってね、えー、っとちょっと分かりにくいねえー、っとはい、えー、憎らしいのはか、えー、っと彼は自分の得意な点を列車の僕に見せつけるような態度で誇り顔に発揮するという疑いが憎しみのもとになってます。 ね、ですからあのお僕の居場所を脅かすということは違うよね。うん、大丈夫、はいえー、ということでそこのところペケにしてもらって、ねえー、今のところのちょっとねこんすかなんかこうページが、はい、<laughs> ちょっとあのせっかくだから問題の方から先に見てみようか <laughs> ちょっとあ,のあっち行ったりこっち行ったりちょっとね向こ,このちょっとこのあれが。 スピードが遅くてなかなかあれなんでちょっと問いの1番から見ていこうか。えー、防線うぜんらうの本文字のける意味。ね。これはもう基本的に本文字のって書いてますけど選択肢見てください。えー、何回こですね。 何回語とか寛容句とかっていうものの場合は、まあ、基本本文中の意味と書いてあるけどまずは言葉の意味から考えます。ね、そうすると、えー、まず「あ」が名状し難いは、ねえー、名状っていうのは言葉にして表現することだから、まあ、言葉にして表現することができない。ということで、えー、っと言葉にして表現することができない言、ねえー、い争しようがないっていう4番を選んでやればいいでしょう。のは あんんまり言言わない言葉ない葉だよね正直よくこれセンターに出したなと思ってちょっとびっくりしたんだけど、えっと、眉を潜めるるっていうのはよくあるんです何か心配事みたいなものがあって、えー、眉をその反対語はこ、ね、ちなみに眉を開くっていうんですねこれ覚えておいてね眉を開くの反対は潜める。 なんですけどあの暗くするっていうのがちょっとねないからほんとこれこそねあんまり言葉じゃなくて前後からやらなきゃいけないのかなとも思うんだけど、えー、さっきから言ってるように私の気持ちが迷惑心配不信不愉快不安だともちろんさっきから言ってるように不愉快ですよねさっきからね、えー、ですから私は不愉快でまあ,あこれは表情をこわばらせたって4番にしてやればいいでしょうね、えー、それから昨気の置けないこれもよく言われるよねあの世間でよく間違えられてますみたいなやついろいろあるよね、えー、気の置けない 気が置けないって確かに何か聞いたら信用できないみたいな感じしますけどそうじゃなくて、えー、しあの気をつかなくていいっていうことですよね、はいえー、ですから選択肢の中から気をつかってくつろぐことのないじゃない、ね、<laughs> これは全く反対だなえー、っと2番ですね遠慮しないで気楽に付き合えるねで えっとですね、さっき言ったように問いの2番の答えはもうこれは冬えー、っと冬会の方を選びます不快ですね2番ですね深いまず最初冬快憎らしいそしてその憎らしいと思ってたことは私のひがみだった っていう風になってるわけです、ね、だからトイの2番の答えは2。ね、でトイ、えー、の3番ちょっともう時間ないからあの簡単にいきたいと思いますけどこれ補説問なんでね。はい、えー、っと「僕をしてシューネック美しい人につけ,つけまとわらせないものはまさにこの酒に捨てられた寂しみ酒に捨てられた」っていうのがちょっと分かりにくいと思うんだけどあの「酔いが覚めた」っていう意味です。これ純粋にね。だからなんかあのよ酔っているひときはいいけど「正気に戻ったら」 ね、でこれ正気に戻るって何かっていうとここではどうも彼が本当に女性というものを好きになれないその一番大きな理由っていうのがなんかその女性っていうのが、まあ、外見にしてなんかどんどん年を取ってい、えー、ってしまうというそういうまあ答ええー、意味ですねですからまあ4番の、えー、こちらは、えー、あで5番ね「美しい女性も時の経過ともに変化していくことを想像すると冷めてしまう」これはもうこの文章に書いてあるから特に大事なことではないでしょう。とい4番「僕はどうしても僕の嫉妬心を抑えつけなければ自分の人格 申し訳ないようなな気がしたなぜ僕はこのような気持ちになったんですか、ねえっと、これはですねあの夏目漱石の小説ってね結構あのそもそもが何て言うんですかね、まあ、エゴイズムの彫刻っていうのは特にこれ後期の作品なのであのエゴイズムの彫刻って「側転挙手っていう言葉も聞いたことあると思うんですけど。 エゴイズムを捨てて天命にのっとっていくっていう意味ですけどまあエゴイズムの彫刻彫刻って言ったらあの漢字はこれだよ彫刻の彫刻。 ね、エゴイズムに打ち勝つっていうのがエゴイズムの彫刻ですけど、まあ、そういうのが、まあ、あるでしょうでエゴイズムの彫刻っていうのも風磨からもちろん言えるしまたあとあの夏目の,そあの作品っていうのはねあの三角関係が異常に多いですもう全部三角関係じゃないかって言っても過言ではないよねあの皆さん高校時代とかに、えー、多分小説あの教科書に載ってた心。 とか、ね、もうあの友達死んじゃうもんねあれね自殺してね、えー、あれも三角関係ですねあの下宿屋の女性を自分が好きになるその自分の親友も好きになるだけど自分は抜け駆けしてしまうということでまあ彼が自殺してしまう私は自殺した彼の遺書を探しまくるんだよねこれを見つかったらいかんと思って先に遺書を探しまくるというまあ話ですがやっぱ夏目にとってみてやっぱり人間というものはこの三角関係で恋愛の基本だっていうのはあったと思うねやっぱこれはまあフロイトなんかにもの考え方にも合致するだろうけどまあ例えば 男のの子って一番好きなのお母さん最初だけどそのお母さんはお父さんのものだっていうこの三角関係からやっぱりね人間の恋愛っていうものが始まる、ね、それをどう乗り越えていくのか、まあ、そしてそれがやっぱりエゴイズムの、ね、彫刻っていうところにもつながっていくまあそういうことだと思いますだからここはあの非常にこの何ですかこ、えー、この嫉妬心っていう部分は大事なところだと思うんだけど結局その愛しているから嫉妬心が生まれるんじゃなくて。 嫉妬心から逆に愛しているという気持ちが生まれてしまうということをここでは言っているわけですよねですから僕はあのこの文章ずっと見てみて結局のところこの女性を愛していないわけですだけど自分よりもすごくかっこよくてそしてできる男が来てそしてその女が取られてしまうとなった時に私は嫉妬心を覚えてしまう愛しているから嫉妬心が生まれるわけじゃないわけですだからこれは間違えた嫉妬心なんだというのが問いの4番だよね 僕はどうしても僕の嫉妬心を押さえつけなければ自分の人格に対して申し訳ないということはやっぱり自らの人格というものを貶としめることになってしまう。 という意味です、ね、まあ,あここはですからあ答えは2番、ね、僕は高木の登場によってこれまでの自己認識を超えるような嫉妬心を抱いた高木への、ね、ひがみ根性に根ざしたその感情は恋人と意識したこともない知恵を介して生じたものでありそうした感情を制御しない限り自分を癒しめる、ね、自分の人格を貶めることになってしまうということですよね。はいえー、そして問いの5番 僕これはただややこしいだけの問題ですけどいつも言ってるようにセンターって正確に文章を読まななきゃいけないけ、ね、僕が僕の占いの的中しなかったのを母のために喜んだのは事実である同時に同じ出来事が僕をもど,かすもどかしがらせたのも嘘ではない、えー、とこれはまあ簡単に言うとあの文章を読んでもらったら分かりますがあーまあ私が本当は言い名付けなんだけど、ね、もうそっちの男の方がいいよねって。 っってていう感じになってるで私は別にこの女のこと好きじゃないから別にそうしてもらって結構なんだけど結婚してほしい僕とその女の人結婚欲してほしいと思ってるおふくろにとってみてはやっぱかわいそうだって。 かわいそうなんだけどだからまあそ,のそういうふうにならなかったことは自分はあのお,母さんからみお母さんのことを考えたらよかったけど自分にとってみてはこれは結局のところ愛していない、ねえー、女性とすっきり、ねえー、愛していないわけだし、ね、だからそっちの人とつながってもらえばそれでもうすっきりできたけどそこはできないっていうここを、まあ、ちょっとややこしいことを書いてるだけですねですから「い、えー、いの5番の番番答えはもう1番でいいでしょう高木雄千をこの結婚相手にしたい」とおばが言わなかったことは。 えー、僕との縁談を期待する母の気持ちを考えるとよかった、ねえー、それを言うとやっぱりお母さん悲しむだろうだけどその一方僕と千代子との縁談の可能性が消えないままどっちつかずの状況にとどまることになり苛立ちを覚えてる、ね、もう読んのくで,すで、えー、最後表現の技法ですねまた来ました表現の特徴についての説明ですねはいえー、とまあポイントはあまずあのここでいつも言ってるようにまずね、えー、一人称か 三人称化文学的にね私小説なのか完全なそうじゃなくて私小説っぽいけど結局人の心なんかも描いてるのかっていうことが一つです表現表二つ目はやっぱ時間の流れこういう問題ってやっぱりかあの現在から過去を回想しているでどこまでが回想シーンでどこからが今からのシーンかとかこういったものもよく出てくるで三つ目例えですね 何かこの例える子そのもの自体がまあ問題にもなってましたけどそれを例えることによってものの本質が見えてくるとかそういったものはよく出てきますねちょっと見てもらいましょう1番初めて嫉妬に心を奪われることになった経験を僕の心情の描写よりも高木を巡る母と婆の噂話千代子と高木とのやり取り高木の僕に対する態度の描写などを通じてまあできましたね結局誰の心情を描いてるのかってことはすごくよく出てくるんですが僕の心理の描写よりもがもうペケですね思いっきり僕の心理描写が中心になってます えー、2番落ち着いた今の気分でその時のことを解雇してみるととあるように、えー、出来事自体を見渡す今の立場から当時の僕の信じや行動にいての原ンりを明らかにしながら描いているいいよね、はい、これは出てくるパターンですね正直あのさっき言ったようにセンターってのこの時間の流れっていうものの中で今から過去を遡ってみるとかっていう部分があったら、まあ、まず間違いなく出てきます そこがねまさにそこですねそしてその時私は憎しみを持ってたけど今考えたらその憎しみはひがみだったのではないかと冷静に分析してますよねだから2番は丸です3番僕自身の心情を解雇的に語る部分に現在形を多用することで別荘での出来事から遠くへたった現在においては僕の内面の混乱が整理されないさっき言ったように現在からは冷静になって過去を見てますから、えー、さっきの内面の混乱が整理されないがペケです4番 凝結した形にならない嫉妬存在の権利を失った嫉妬心などのように看護や概念的な言葉で表現することによって僕が自分の心情を対象化し分析的に捉えようとしているえっとこれあの合っ,てます、ね、<laughs> 合ってるんだけどあのな看護を使うことによってってのがすごいなんかこう嘘くさいですよね確かに看護を使ったからといって何かあってもまあ確かにあの看護っていうものはどちらかというと立知的な時に使われる。 ねえー、そうじゃなくてやっぱ日本の古来からの言葉っていうのはもっと、ね、あの体の体的な感じですよね身体感覚みたいなものをやっぱりもともと看語っていうのは中国の言葉ですからそれで表現できない、ねえー、当時の人はねこうやっぱり中国の言葉っていうものをその特にインテリの人たちがああ、ね、いやらしく使ってたんでしょう、ね、ですからその本当に肌感覚みたいなものは単語を使わないでしょうねだから看語っていうのはどちらかちょっと頭的なことで使うんだろうと。 でしかもさっき言ったようにあの現在の時点から過去を冷静に分析してるっていうのがありましたからまるでいいですよね、えー。そして5番「笑いながら千代子の発言を罵られた」と述べたり玉突きの経験がないことを「幸いにして」と述べたりすることで出来事をそのまま受け取ろうとしない僕の屈折した今、あのー、例えば玉突きの経験がないのは幸いにして経験がな,くたなかったって、まあ、ちょっと面白そうな表現ではあるけど全然屈折してないですね。 あのユーモアとも言えるかかかどうわかかりませんこれはあの実際玉突き行きたくなかったわけです僕は。でもしあの自分が玉突きの経験があったら行こうよって言われて断りにくいけど全くやったことがないんだからもう断るしかない。<laughs> ですからあよかったあの、まあ、玉突きの経験がなかったから断れたということであんまり屈折したユーモアっていうほどのことでもないと思うね。6番自然が反対を比較する会話を僕の手から奪った自然から扱う自分などの表現から擬人法を用いることで僕が抽象的な物事を分かりやすく説明をしようとしている。ねえっと、擬人法 用いることで抽象的な物事を分かりやすくって書いてありますけどまああの自然が反対を比較するっていうのがまあ、誰が見ても分かりやすく説明されてないですよね <laughs> だから明らかにこれはむしろ分かりにくくなっているわけで、えー、抽象的な物事と言えるかどうかも分かりませんけどまあ、単に、えー、まるでね、えー、誰かがこの私と彼っていうもの全く正反対のものを比較するためにここに並べたかのようだ とい,ういいかというのを、まあ、自然がというふうにちょっと擬人法で使ってみただけで、まあ、おそらくこれによってわかりやすく説明しているというのはちょっとないのかなと思いますね。はい、ということで答えは24でいいと思います。いいかな、はいえー、ということでまあ多少時間が余ったので、えー、最後あまたねおまけでついてる文学史についても簡単に説明していきたいと思います。うんと僕の,の はい、えっとですね、えー、文学誌 <laughs> これもめちゃめちゃ長いです <laughs> えれ、ー、渾身の策ですねこれ僕のね <laughs> ですからあのー、これも全部説明するっていうか何もあの僕が説明するよりもあの多分はっきり細かく書いてあると思いますんで、えー、ただ単にこの空欄を埋めていってくださいでああのできる限りね空欄にしたんですよで本来はね空欄ってもっと半分ぐらいなんですよでだけどそうするとどうなっちゃうかっていうとその空欄になってないとと覚えられないよね そこで全部暗にましたから <laughs> あのまあ一番簡単なのはねここに赤ペンでわって書いて、えー、下敷きね、その方がまあ一番こう左と右を見るよりも、まあ、左を見ながらこの蔵のところに赤ペンでずっと書いていってで赤い下敷きでどんどん覚えていくとでこの蔵なっいてとこも全部覚えなきゃいけないところなんです、ね、ただちょっと気をつけてほしいことはあ何かと言いますと、まあ、大きく見ていく、ねまあ、これいつも言ってますけど やっぱ日本ののの流れみたいなものでこれは最初の授業に戻りますけどやっぱロマンなのかちょっと最初最初でこれ反対になっちゃいますけど現実なのか、まあ、特に最初の頃はこういうのが割りとはっきりしてたと思うんですよねですから一、えー、番に近代文学史の始まりはリアリズムだ写実主義だって書いてありますけど写実主義っていうのは現実をありのままに移すから写実主義ですね。だかかららここから始まってる で近代文学が写実主義から始まってるリアリズムから始まってるね現実主義です、まあ、ただ単にこれは英語で言ったらリアルイズムですから現実主義から始まってるっていうのは逆に言えばそれ以前はロマンの世界、ねうん、やっぱりこっちの方がね商業的な価値があるね。 <laughs> どうそうっすよ皆さんやっぱり漫画なんか読んでさやっぱ主人公は画がかっこよくてね,ねやっぱりこう何んですかいつも正しいことをして頭がよくて、まあ、下手したら超能力なんか使えちゃったりとかしてもうめちゃくちゃですよね、うん、やっぱりたとえ「源氏物語の、ね」の主人公がね、えー、いかにさあのな,んかなんとかの行為の息,息子なんか考えないけどそんな高いあのくらいじゃなかったとしてもねやっぱ天皇の息子でここがやっぱポイントね。 顔がかっこいい、うん、そんな人いますかあ、あんなこと言ったの <laughs> あんなことありますねそんな人いますかっていうのはつまりそんなすべてが揃ってねさあ憧れですよもちろんだからみんなそれを見たくなるしかし現実にそんな人はどうなんでしょうということを考えたときにやっぱり文学っていうもの芸術っていうのは現実を描かなきゃいけないよとね。そうじゃなかったらこれ漫画じゃないと 言っては坪内少女さんが写実主義 ねえー、まあ,あのここにも書いてますけど「社会質疑」っていうのの一番最初、ねまあ、この人ねやっぱりすごいのはねこれ東大の先生だったんですよで東大の先生がね当時やっぱり文学ってのは今に比べたらもう全然レベルの低いものとされてまして今でいうとこの漫画もしくは以下ですねですからあのまあどうですか東大の先生がさ漫画について熱く語るなんて言ったらさ当時でやっぱりすごいそうですねセンセーショナルですそしてこれからの漫画はこうじゃなきゃいけないなんてね言われてでみんながその漫画を、ね、そういうふうにしていく芸術に漫画を ゲゲースを,漫画をゲースにしていいくという感じですよねで坪内優さんという人はあの元も、えー、と本名は坪内優、えー、坪内 えー、なんだか書いてるこれ自分で書いといて忘れちゃったけど坪地あ雄三だなかお見えないファースト思い出した坪地雄三さんね坪地雄三さんはもう最初本当はねあの実践作の小説から出したんですねっていうのはあのーまあ、小説じゃないと売れないってまあ本屋さんが思ったわけですよでもこれが、まあ、当世書生敵て書生ってみんなが思ってる書生っていうよりはこれは私立大学の学生さんみたいなイメージで、まあ、そういった小説を書いたわけなんですけどまああまりいま,い,まいちな 作品で、えー、小説真実ってのは今言ったことをまあ、評論で述べたものでえー、っとまあ、ちょっと次はあれなんですけど双葉亭芝名っていう人にあのゴーストライターで書かしたんですよねはいでこの双葉亭芝名っていうのは皆さんご存知のようにこれは子息の息子だったんで小説家になりたいって言ったらお前なんて双葉亭芝梅と言われたから双葉亭芝梅を双葉亭芝名と いう名前にしたわけですけどでまあ,あの彼は実際の最終的にはやっぱりこんなの男子一緒の語にあらずっつってロシア、まあ、東京外大のロシア語なんでロシアに渡って、まあ、ちなみに帰ってくる日の中で死んじゃうんですけどね二亭四面で二亭四面に書かしたあ浮雲っていうのが、まあ、最初だから坪内雄三帳で出したんですけどこれが大ヒットするんですねこれは才能があったんだね彼にはね、はい。ということで、まあ、始まる。 で、ちょっとこの次に書いてある航路時代っていうのはですね。これはあの尾崎紅葉と幸田露伴っていう、まあ正直こっちの人ですね。完全に売れてる売れっ線の人です。ね、まあ尾崎紅葉っていう人はね、ええー、まあ、ああ、ず、えー、ね、金色発車でしょしてるよね金色発車ね、えー。君は。 あこれっちゃい,けない、ね <laughs> はい、ええー、まあ「ユニコーン」という人たちのね歌がありました「寛一とお宮」っていうのも出てきますねえー、いやいや著作権問題がうるさいから <laughs> ねですからあ寛一とおヤの話ね、えー、まああ,あれですよ、えー「ダイヤモンドに目がくらんだろうか」って言ってまあね最初結婚する約束をしてたそのお宮がちょっとお金持ちこのお,お金持ちの人の名前が笑うんだよね。えー富富 富,富田忠だったかな富をただ継いだだけっていう <laughs> 名前の人なんですけど <laughs> あのお,金持ちお金持ちをただ継いだだけの人にところに行っちゃって寛一が怒って、まあ、あの熱海の海岸で蹴るっていうね蹴ってるあの像が熱海の海岸に今でもありますね有名な、はいえー、まあちょっと面白いでね郷田露伴はああの香炉時代の炉にあたる郷田露伴さんね、えー、俺らのも五重塔なんつってねもうあのー あんまり言ったらでもね読む気がなくなると思いますから今 <laughs> やめますけど「五時の塔」なんつったらねもう本当にあの一人でその五時の塔を作って、えー、その江戸をね未だかつて未曾有の嵐が。でもけど彼は自分のた建てた塔の一番上に、ね、絶対倒れるって言うんだけどもちろん嵐が去った後とね彼の塔だけはすっくと立っていたみたいな。 ロマンティックですね <laughs>、はいまあ、あさあ、あまあ、現実はそこで倒れちゃったりするんですよね。はい、でまあこれが航路時代ですね。えー、というのをやってください。でえー、っとローマン主義はねもうこれはもうローマンですからも,もろにローマンですよね。まあでもこれね細かいんですけどローマン主義と言わなきゃいけないみたいですよちゃんと、ねえー。ローマン主義、ね。えーまあ、ローマン主義って言ったら有名なところで言うと、えー ここには、えー、書いてもう時間がねあとちょっとだったらあってめちゃめちゃ焦ってきてるわけですけどえー、っとまあここでは北村東国とか書いてありますあ島崎闘争もあの初期はローマン主義ですから気をつけてくださいね、えー、途中から自然主義ですねあの泉鏡花なんてもうまさにあの本当にみんなが考えるローマン主義です、ね、あのおもう妖怪とか出てきますからウォッチじゃないよ <laughs> ごめんなさいそれはだって泉鏡花の中に地場にやんとか出てこないでしょ。<laughs> で違うに教花の「外科室知ってますか皆さん」あの「麻酔薬は上ごと申すと言いますから」って,って、ね、その奥さんは実はその嫉妬してもらう外科医と不倫関係にあったんだけどそのことを口に出すことができないから麻酔薬をしないで手術をしてください」みたいな痛いわ はい、ええー、ということでまあその他いっぱいいますけどそっから今度は自然主義これがまあ,あのこの授業でもおちょっとお話ししましたけどまあいつの間にかこの自然主義っていうのが日本の分断の中心であるとこの私小説へと変わっていく。まあ、自然主義っていうのはねエミール・ゾラっていう人が、ねえー、これがあのフランスのエミール・ゾラっていう人ですけど社会の汚いとこありのままに描く。 それによって社会変革していこうっていう運動がいつの間にか私の汚いところをありのままに描く反省小説へと変わっていくこれはまあ日本人の反省好きとか一人称文学がね日本っていうのはその日記文学みたいなのがあったってことがあってこういうふうに変わっていくわけですね、まあ、この中でも特に田山方はひどいよね。 はい「布団」っていう小説皆さん知ってるでしょ田山方いの布団っていうのはなんで布団っていうのかっていうとまあ自分はもうおっさんでいい年こえてんだけど自分のところにまあ小生さんね家に住み込みにいた、まあ、女若い女の子の、まあ、小説家志望の女の子が好きになる、えー、だけどこいつはなんか大学生と恋愛にするんですよなんとか潰してやるみたいな <laughs> 散々嫌がらせするんですよ <laughs> ほんであの最後はあの親に言いつけるの。 <laughs> ひどい <laughs> あの田舎に帰らせるんで,すよ <laughs> あのねでまあ結局二人の中を割くことはできたけど別に自分はどうなるわけじゃないです <laughs>。で最終的にその女の子が使っていた布団を出してきてクンクンするんですよ <laughs> だから布団っていうタイトルなんですもっと本当は行くんですよ本当は小説の中ではねパジャマも出してくるんですよ。 <laughs> ごめんなさい。<laughs> ということで、えー、どうなんだそれっていうね。<laughs> はいえー、というのがまあ自然主義です。まあ、詳しくはその辺を読んで頂ければいいと思います。自然主義はいつの間にかこの私小説になっていく。でまあ反自然主義というわけじゃありません。えっとですねあのさっきのせ、ね、たまたまあのお悲願すぎまでの話しましたけど夏目漱石とかまあもちろんですから自然主義というこの分断の流れに入ってなかった人として夏目漱石とか。 しかしね実際にはこの何て言うんですか夏目にしても森にしても分断に入ってなかったというよりは入らなくても食べていけた。 だから余裕派とかね言われる、ねえー、あの高等派とか、まあ、ちょっと悪口的にも言われます、ねえー、けどまあ結局、まあ、夏目なんかこれは今ね東大の先生から朝日新聞の社員ですから、ね、ただ小説を書くだけで給料もらえるというね森岡はももともと医者です、ねえー、年を一つごまかして、えー、若くして、えー、東大の医学部に入ってですから一生涯年を一つ上にごまかすんだそうだね、うん、という。 もう考えられないです僕にはね。<laughs> でまあこういう人たちがやってますね。で夏目漱石はねえっ、ー、とまあ,あこのまあさっき言った悲願過ぎまでの中で私はもうこういういろんなこういうぐらぐら分断のああいうのももう全部嫌だっつってます。悲願過ぎまでの前でもうさはっきり言ってますね「私は何派でもない何派でもない何派でもない」って言ってます。えー、まあ何派でもなくて生きていけたっていうことがすごい。 逆にすごいです、ねえー、森外っていうのは旭谷医者で、まあ、陸軍軍医総監っていうとこまで上り詰めるんですね彼はねですけど一回でも左遷されるんですよ森はね小倉に左遷されて小倉でも今森外の日がありますけど左遷されて来たとこですっていう表もちょっとおかしいよねんか <laughs> 小倉まるで何か左遷されてくるとこみたいじゃないですかね僕はあのもう祖先っていうかもともとはあの小倉八幡ですからなんだその失礼な、ね 行くたびに静かになってるんですかね。<laughs> <laughs> 毎年まあ夏目漱石と森鴎外ね覚えてください。この人はちなみに医者なんだけど一番最後にあの娘が泣いて頼んだんですね。お父さん体の調子が悪いんだったらお医者さんのとこ行ってよって <laughs> 泣いて頼んだんだけどまあそんなとこに行くぐらいの暇があったら俺は小説でも一個書いて死にたいって言って本当に行かないっていうね。 すごい人で「すよこの人はね、はいえー、で、えー、夏目森」っていう森まあ詳しくはこの辺見てください、えー、森鴎外はねっ、えー、と後で出てきますしと短歌革新それから俳句革新をした正岡式と同級生っていうのも覚えていきましょうまあもともと小説家になるつもりなんか全くなかったわけですけどこの正岡式が死んだ後、えー、正岡式の弟子であるとこの高浜虚子が ね師匠のお友達であった夏目に、えー、何か書いてくれませんかって頼みに行ったことから始まってるわけですね。そう和歌猫であるも一番最初のちょっとだけを書いたわけですねここにねえっ、ー、といわゆるだからホトトギスという正岡式派の雑誌に最初和歌浜猫であるを短編でちょっと書いたらものすごく受けたので、えー、まあすごく面白いのを書くじゃんということでホトトギスも大成功したっていう人ですね。はい、で、えー、まあこの夏目漱石の話はねもう、えー、一番有名なのはあれでしょ。 えー、新聞記者が来て夏目先生いますかっつったら自分が出て行って「いません!」って言ったっていう話もあるし文部省から博士にまあ、博士ってすごいんですよあの理系はね誰でも取れるよねなんて言えないけど <laughs> そう松浦先生ね、えー、この出てる、えー、科学の松浦先生は博士ですすごいですね博士な上に薬剤師の免許を持ってて小,中小学校中学校高校の教員免許を持ってる。 免許好きだよね <laughs> 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 俺なんて普通自動車免許だって風船のとし火だっていうのに <laughs> 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 さああそういうことでごめんなさい <laughs> 何の話だっけ <laughs> えっとこれあの夏目はねだから博士が文部省からの手紙が来るんですよあなたを博士に任せるってであのほんであの裏があの夏目はちゃんとビシッて書いて「えー、私は今まで夏目何がしでやってきましたこれからも夏目何がしでやっていきますからいりません」って返事をするんだよね。 ところが文,部省からあ文科省じゃない当時は文部省からもう来る手紙には全部「博士」って書いてあるんですよ。 すむたびに夏目が全部博士のとこペケつけて書すんですよね <laughs>。とういう何だかよくわかんないことね「博士は返上できません」って言うんで僕ね <laughs>。大変な、いろんなことがあるんですよ <laughs>。夏目漱石っていろんなことがある人なんですよ <laughs>、はい。森尾がね死ぬ時にねあのおいろんなこと書くなと陸軍陸軍罪かとかも当然書きますよ昔はね。あもう一等兵だって一等兵だって書くぐらいですからもう陸軍総監なんて一枚ないのにね書かないんですよ。の森 焦ったろてけどあのもうそれだけでいいですと、ねえー、誰々にそれを書かせてくださいこの話長いねさあ、えー、もうそろそろ終わりにしないといけないのにねえー、っとまあこの後ですねですから「あタンビ派」とか「白カバ派」というのが、まあ、大きく出てきます、ね、焦って「ンビ派のタンという字も書けなくなっちゃってる俺、えー、出てきますねあこれ「老ける」っていう字ですねごめんなさい短尾派白河派まあちょっとね大学的に言うと はいえー、とこちらが早稲,田早稲田文学ですね,早稲,田ね早稲田文学ですもともと早稲田文学ってだから早稲田の大学のなんか授業の中で使ってたみたいですけどだんだんこあの自然主義の文学になっていくでこちらはですねあの、まあ、早稲田に対して慶応ですね慶応の永井賀風さんとか、ねえー、文学部長でしょもっとね うん、でまあその「淡美派」まあ美しいって言っても本当にただ美しいだけじゃなくて例えば長井花風さんなんていうのは木刀北端とかって書いて「木刀北端の僕」っていう字は隅田川ですから隅田川のところにやっぱり日本の古くからの美しいものが残ってるんですよ。それに対してそ,のとそれ以外のところっていうのは謳歌されていって偽物のねヨーロッパ的な建物がどんどん増えていってこんなもの本当に美しないじゃないっていうそういうあれですけどねだから「隅田川」って小説も書いてますよね長井花風さんね。で、えー、それでまあ白川派と言いますのはこれは。 あのどちだからやっぱりさっきもこれも授業の最初の方に出てきましたけどやっぱりね庄屋の青山半蔵みたいなもんですよ <laughs> あの金持ちだからみんなねですから大体あの学習院から東大行った人たちですね武者の浩司実厚さんとか、まあ、あ有島武夫さんとかみんなすごいもともと家がお金持ちね志賀農家に至ってはもう生涯死ぬまで一回も自分の体で食ったことないんですかね 最最後の最後のに遺産を全部使っててて家建て直してますから <laughs> その渋谷区長との家 <laughs> すごいよね1円たりてももらったお金全部使って死ぬまで人の金で食べ続けたっていうあんまり自慢できないかはいまあそういう人たちですから当然この特にまあデモクラシーとかあのいわゆる理想主義とかそういったものをまあ掲げているこちらはね人間の汚い部分っていうのを描いてありのままに描いていこうっていう文学に対してこちらはねめったに美しいものや。 あるいはまあちょっと東大ちょっと忘れてますけど東大は何かもう新現実主義とか第3次とか第4次新市長で出てきたあ人たちですね芥川龍之介なんかそうですけど新現実主義まあ現実こちらがこの現実見て汚いって言ってるところこの新現実主義っていうのは現実のその見方を解釈を変えましょう。 いいかにも東大らしですからまあ第三次ちなみにこの第三次新首相第四次新首相出てきた芥川龍之介第三次新首相てきた花っていう作品を夏目漱石が「すごい」とこのぐらいの作品をあと6個か七7個書いたら彼は世界的に価値のある作家になっただろうと言わ,なるだろうと言われて芥川は本当にみんなから注目されて作家になれるんですよねだからすごくあのだから芥川は生涯まあ夏目さんだけが本当に自分を分かってもらえる。 とということで芥川、えー、ーーの遺言まあこれで終わりたいと思いますけど芥川 <laughs> ーーの遺言は、えーあれですえー、夏目さんと同じところからあ出版全、ね、集出してくれです、ねえー、その全集を出したらどうなるかっていうと死んだら本屋さんで隣に並べられる。ということでなんだかよくわからない縁 <laughs> 起がいいんだか悪いんだかわからないことで、えー、5日間ね皆さん、えー、ありがとうございました。